よっしゃ、行きましょう。続き、まずどこから行けばいいのかって感じだけど、手前から行くか。いろいろね、インタビューしていきたいと思います。はい、まずは呼び込みのおっちゃんか。これちょっとそこのお二人さん、少し休んでいかないかい。綺麗な部屋があるんだけどどうだい。ホテルだなこれ完全に。そうですね、ベッドがね敷き詰められてありますけども、まあ一応泊まっとくか。 MP 使ったしね、10ギル泊まる。さあ暑い夜を過ごしましたね。これね、クラウドとエアリスの、クラウド逆に体力減ってんじゃねえかこれ。大丈夫か。ありがとうございました、またいらしてください。あー回復してますね、大丈夫ですね。はい、はい、ちょっとくだらない茶番に付き合わせてしまってね、申し訳ないですけども、いまいち踏ん切りがつかねえな。何のことだって。言わせんねよ、この右手の奥にある店のことだよ。ちょっと行こうかこれ。おーいいですね、これはいいですね、ミツバチの館。ちょっとこのインタビューしてみましょうか。あー入るべきか入らざるべきか。あー俺ってこういう時なんか文学的になっちゃうんだよな、参るぜ。あんたは、あんたも、ああ俺もだ。ひばちゃんの幼なじみでありながら、あ新しい彼女を連れてこんなところへやってくる、なんという人なんだあんたは。いやいや、よくなんか知られてんだね。どうしてもダメ、ここから先に進めないです、僕のレベルと給料じゃ足りんです、身分が違いすぎるです。なるほどね。なんだよてめえ、見せ物じゃねえぞ、俺は今忙しいんだよ、ビンビンに感じてんだよ、戦いの予感ってやつはよ。なるほど、対戦相手求むってか。いらっしゃい、モテない君でもここでミツバチの館なら運命の彼女に出会えるはず。あなたも彼女探しですか。俺はこんなとこ場所には興味、いや興味はある、興味はあるが、ティファという子を知らないか。お、あなた聞き耳早いね、ティファちゃんはムチムチの新人さんだよ。でも残念です、ティファちゃんは今面接中、ミツバチの館の習わしでね、新人の子はドン・コルネオの屋敷に連れて、あーなんかあったなそんなのな。ドン・コルネオは有名な独身貴族、そろそろ身を固めるってんでお嫁さん探しに熱心でね。嫁をこんなとこ働かすのないけどな。ミツバチの館は会員制になっております、残念ですがお引き取りください。なんか条件満たして来るんでしょうね。はい、アイテム英語表記になってるけど、あれ店員いなくね、なんか自販機みたいな感じなのかな。ヒーパー、おー何何何何、いきなり売ってきやがった、壊れてるぞ。え、買い物できないってことできないのかな、できないっぽいっすね。まあいいや、大して金持ってないからな今な。あでも925か。猫はいいよね、これはちょっと大きすぎるよね。招き猫ですか、招き猫って確かに右手左手でなんか意味が違うんじゃなかったっけ、どっちかがお金でどっちかが人みたいな、なんかそんな感じだと思ったけど。うわいるならいるって言ってくださいよ、そんな驚かんでも。あー山彦公園もなんかいっぱいなんか増えてきたね。テントもういきなりハイポ来てるけど、これもうそういう段階。鎮静剤、悲しい状態になる、興奮剤、怒り状態になる、なんかバーサクみたいな感じなのかな。目薬、山彦煙幕、あー沈黙はちょっと欲しいよね。いや高えな、1個持っとくか。で目薬も3つぐらい持っとくか。ちょっとね魔法で行くけど通常攻撃使えないってなるとちょっと困るから、一応目薬は持たせておく。どうぞ寄ってってください、今なら薬や商品クーポンをサービスしますよ。何これ、
飯どころって書いてあるけど、いらっしゃい、どうぞ、好きなところへ。腹減ってるかどうかって話だけどね。今日もこれで薬や商品クーポンゲットだって。あ、なんかクーポンくれんのかな。もぐもぐ、じゃあ座るか。金取られるかな。はい、何にしましょう。そうだな、焼肉定食、刺身定食、今日のおすすめ、おすすめです。あいよー。わー、やっぱ金取られ、まあしゃねえな、70ギロ払うか。何来るかな。ありがとうございます、少々お待ちください。何来る何来る。焼肉定食もいいけどね。お待たせしました、どうぞごゆっくり。おお、食ってる食ってる。まあまあだな、口にはてんてんてん、まあまあだな。まあ一応褒めとくか。ありがとうございました、薬や商品クーポンで。お、どうぞ。薬屋で商品一つと、あー、クーポンがなくなりましたね。このサービスは終了させていただきます。へえへえ、いいね、面白いね。ちょっとした遊び心みたいな。俺はいつもおすすめ定食さ。まあ、常連はおすすめだよね、やっぱね。こうやって飯が食えるのもどんのおかげだよ。なるほど。今日もこれで薬や商品、もうないって言ってたよ。んがぐが急に話しかけんなよ。ちょっと待って、じゃあ、せっかくだから一番高いアイテムとさ、交換しようぜ。せっかくだから。はい、まあまあ、まだ2回目これ。クーポンを持ち、商品を1つだけ選んでください。あ、ちょっと待って待って待って、消毒、消、そういうこと？どれにすりゃいいんだろう。消臭薬、消化、ちょっともうこれ、あー、保留にしたいな、けどキャンセルできねえんだ。わからん、あ、そういうことなんかな、消化か消毒か、消化薬。これをさ、あれなんじゃないの、なんだっけ、なんだっけ、土管の中に住んでたさ、あのうーって苦しんでる人にあげればいいんじゃない、消化薬。消毒じゃない、毒じゃないって思うけど、どうなんだろうね。そういうことなんじゃないの、違うかな。そこの兄さん、べっぴんさん連れてるね。どのところに行けばいい金になるよ。金になるってか、食べるにはまだ早いようですな、もうしばらくしてからおいでなさい。ちょっと待って、これ、こっちは、これは何屋さん。今日は休みだよ、やる気ねえな。どうしよう。一回戻っていい、ちょっと一回戻っていいかな。どうしようかな、買っちゃおうかな、服屋さんか。はいはいはい、いらっしゃいませ、ゆっくり見ていってください、ゆっくり見てってください。あ、こっち？あ、違う違う、これ試着室か。何を押さないでよ、マナー悪いよ。あ、なるほどね、並んでるとな。ちょっと一回戻っていい？ちょっとね、消化薬手に入れたからさ、ちょっと同館の人にちょっと持っていきたいんだよね。いや、でもさ、3つ選択肢あったから、もしかしたらこれ外れてる可能性あるけど、さすがに毒は、毒っつったらね、もうあうとか、もうそんなレベルじゃねえんじゃねえかなと思う。なんかただ単純に腹痛いだけなんじゃねえのっていう気がしないでもないからさ、ちょっと一旦ちょっと戻らせてくれ。もう出るね、また家かこれ。家しか出、あ、違う、家ではない、家ではない。これがダメだったらどうなんかな、このイベント失敗みたいな感じになるのかね。もうあの薬、なんだろう、クーポン券ないって言ってたから、多分もう無理だよね。あれ、フリートル全体化じゃなくなってる。なんでなんでなんで、なんで盗まれた、盗まれたか。えらい何回も攻撃してくんなこいつら。オッケー、オッケー、あとは殴ろう。よっしゃ、あ、ちょっと待って、エアリスゲージ溜まったぞ。オッ
ケー。ちょっと なんで全体化打てなくなったけど、え、ついてるよね。回数に限りがあるのかな、ワンバトルでの、かあの全体化。そういうことか、レベルが上がればそのあれか、回数増えるってことなんかな。そういうことかもしれない。なるほど、なるほどね。ちょっと待って、あー、まず間違えた。もうリミット癒しの風回復だ、これはいいぞ。 OK、 やっぱそうだね、ワンバトルでの回数あれか、制限あるんだ。いいね、エアリスね。回復ヒーラーじゃん。癒しの風癒してくれよ、俺を癒してくれ。 OK、 いやこうなるとやっぱあれだね、エアリス、いやでもエアリスに、あれ1回か、ワンバトルで1回2回、やっぱそうだね、2回は打てないのかな。そういうことか。じゃあ回復も全体回復が1回しか打てないってことなのかな、今のところ。レベル上がるまではこれはちょっと全体化レベル上げたいところだね、きっちり。そういうことか、おそらくそういう解釈なんじゃないですかね。いやー、これ次のレベルまでってなかなか遠いぞ。これ1306だって、これなかなか厳しいね。さあ戻ってきたけども、なかなか厳しいぞ。また同じ敵が出てきた、クリスだと。おー、まあでもエアリスは回復ができるっていうのが分かったんで OK、 まあいいでしょう。そういうことか。でもこれあれだよね、全体化を使ってるやつはおそらく全体化のマテリアとこの対になってる魔法、これ今現在クラウドはブリザードだけど、両方一気に2つマテリアを育てることができるって考えりゃ、あでもこれあれか、使わなくてもセットしてれば勝手に経験値は入っていってるっぽいね。使わなくてもいっちゃいいのか、そっかそっか、なんか勘違いしてましたね、使わなきゃダメなのか。いやでもこれな、次のでダメな、回復とまたちょっと違うか。うん、まあまあまあいいでしょう、持ってるだけで使わなくても経験値は入ってるっぽいな。ちょっとこれ合ってるかどうかは分からんけど、え違う、キーアイテム違う、違う、消化薬違うのかな、消毒とか、いやダメか、違うのか、違う、この人を助けに来たんだけどな、違うのか。そっか、違うのか、まあ、もしくは別な使い道があるのかもしれない。まあいいわ、はい、ちょっとね無駄な時間過ごしてね申し訳ないです。ほんじゃティファの捜索に戻りましょう。まあのんびりね、まったりこういうかな形でやっていきますけども、さあまた終わった、今度はお前か。こいつもこいつと結構ねゲージ溜まるからね。 OK、 よーし、さあ来いよ、さあ来い。これ2回打てるの、あそっか、これ結果的にあれか、あっとちょっとだいぶうなだれてる、高校球児並みにうなだれてるけど、エアリス。そっか、結局単体扱いになってるんだこれ。やっぱ
クリーンしか当ててないから、だから何回も全体化を打てるような表現になってるとか、ごめんなさいちょっと泣いてるか分かんないですよね。そういうことか。OK、 なるほどね。おお、ポーション、あざっす。1728減ってるよな。ちょっとこの辺ももう一回確認ちゃんとしとかないと、早いうちにねこういうのって確認しとかないとさダメだから。ちょっともう一回戦っていい？敵と、ね、もう一回持ってるだけで OK だと思うけど、1728もう一回出てこないから、こういう時ってなかなか出てこないんですよね。あ、出てきた。最後全体化、うわ全体化もう一個欲しいけど、やっぱなかなかね序盤では配ってくれないって感じかな。まあ後半どうだろうね、数多くもらえりゃいいんだろうけど。食らうね食らうね、なかなかに厳しいね。 OK 大丈夫だ。壁持ってるだけで大丈夫だと思うけどな。 AP、アビリティポイントでしょこれ、8ポイントこれ入ってると思う、使ってなくても。172、あー OKOK、 やっぱ入ってるわ。でもこれ限りなく遠いなこれ。ってことはやっぱセット、これさセットすればちょっと能力に変動があるんだろうけど、これ力とか魔力とかね、HP、MP とかあるんだろうけど、マテリアを育てるっていう意味であれば、なるだけセットするだけして経験値与えた方が良さそうな気もするよね。まあ雑魚戦はね、雑魚戦に限ってはですけど、なるだけそうだよね、経験値与えた方がいい気がする。ちょっとごめんなさいね、全然スタート地点からさ全然動いてないんだけど全然変わってないんだけど。さあティファの捜索に戻ります。コルネオさん、ドンコルネオさんね、ドンファンみたいな、多分これ奥だと思うんだよな。来た来た、男男男で、あーなんだこれは、もう男が3つ並んでるけど、ここのゴミどうにかならないかしらね。これって全部ほら武器屋のあそこのご主人拾ってきたら溜め込んでるそうよ。あの店の中に戦車まで置いてる、すげえな。でもどう見てもゴミですわね。なるほど、ゴミだらけってやつか。こってこっちはなんかまたいろいろあるな。防衛本部、すごいね、漢字が当たり前にこうなんかね浸透してる世界観、これがまたすごいね。手前から行くか、これこれはゲイバーとかなんかなこれあ、違う、道場だ、男塾。すごい腰の入った蹴り、ご一緒にどうですか。なるほど、スクワットしてる。はい、123スクワットアリズムですよ兄貴、頑張りますね。これでどうだ。スクワットもね真面目にやりゃすんげえ汗かくからね。わ、これはなんか飲食店っぽいぞ。それでね、ふふ、へえ、それだけ？それだけか？おい、どうにかしてくれよ。誰かが入ったきり出てこないんだ。もう我慢できないよ。
これで消火薬使えばいいのかな。うー、あんた何開けてんだよ、見てんじゃねえよ。なんだよ、うー、薬を、あ、これじゃね。え、本当にくれるのかい。ありがたくもらうよ。これか。ふう、すっきりして俺にこれあげるよ。セクシーコロンキーアイテム。なんかこうブツブツ交換じゃないけど、わらしべ長者じゃないけど、なんかこうこのアイテムまた別なところで使ってみたいな感じなんだろうね。うわ、とっとと、オッケーオッケー、そういうことね。セクシーコロン、いいね。何ですかお客さん、注文ならカウンター越しにお願いします。カウンター越しにこう、どうだ違うか。まあいいや、多分これを取るためだけのあれだと思うんだけどな。あー、なんかここで歌ったりするのかな、ステージあるけど。そっかそっか、オッケーオッケー。こっちは、こっちはただのお店、武器屋だ。ミスリルロッド、メタルナ、うわー、ちょっとどうする、買っとくか。ミスリルの腕は、これさ、今 T5 いるから T5 の分買っといた方が良さそうな気もするよね。いや、でも仲間になってから、いや、買っとくか。買っとくか、これ。ミスリルロッド、エアリスに対してはね、あんまり攻撃力期待してないからな。これ3つか、うわー、高え。あ、でもお金余ったから、買えるから買っとくか。いらないものを売っとかないとダメだね。バスターソード変えられない。チタンバングルミスリルの腕は、これでまたちょっと、そうだね、マテリア事情が変わるけど、あ、オッケーオッケー、両方これ対になってるパターンのやつ、あの個別になってるんじゃなくて、オッケーオッケー。まあまあまあ、でも今まで通りって感じだね。結局は変わらないけど、まあまあまあいいんじゃなかろうか。よし、オッケーオッケー。回復炎、これちょっと別なマテリアも入れときたいね、これね。うん、まあまあいいか、別なの買っといてさ、鍛えておきたいよね。売るアイテム、ガードロッド、ガードロッド、アイアンバングル、メタルナック、メタルナックル、うん、チタンバングル、ブロンズバングル、これでお金いくらになった？ 575。 こっちは、これは、あれ、これは、あれ、いけなくね。あ、こうか。何か言うか、資材置き場の文句は聞かねえぞ。まあ、特にどうこうってのはないですね。やばいな。ちょっと尺がもう結構いっぱいいっぱいなんだけど、全然進んでない。全然物語が進んでない。ちょっと待ってくれ。ああ、こっち行き止まりだね。なんかすごい、すごいなんかなんかね、嘆きの壁みたいな、なんか大きい壁あるけども。行ってみようか。ここにコルネオさんがいるのかな。あ、コルネオって書いてるわ。ああいう字書くんだね。ここはウォールマーケットの大物ドン・コルネオ様のお屋敷だ。いいか、ドンは男には興味ないんだ。さっさとどっかへ。あ、よく見たら綺麗な姉ちゃんも一緒。ねえ、どう、うちのドンと楽しいひとときを過ごしてみない。なるほどね、ここはドンの屋敷みたい。私行ってくるね。ティファさんにあなたのこと話してきてあげる。ダメだ、危ねえんだよ。うん、どうして、ここはその、わかるだろ。じゃあどうする、あなたも入る。俺は男だからな、無理やり入ったら騒ぎになってしまう。ちょっと入れないかといってエアリスに行かせるわけねえ。いや、しかし、うん、まずティファの安全が確認できな。うん、何がおかしいんだエアリス。クラウド、女の子に変装しなさい。それしかない。うん。あったな、こんなのな。ちょっと待っててね。綺麗な友達連れてくるから。エアリス、いくらなんでも。
ティファさんが心配なんでしょ、さ早く早く。でもあの目見ればわかるんでしょ、そのソルジャーがどうなのかみたいな。いくら変装したってねえ、その魔光につけられたさ目をこうね見られたらバレるんじゃない。まあ多分ここで変装する的な感じだと思うんだよ、服屋さんこういう感じだと思うんだよな。あれ違う、違うか、服屋さんで変装するみたいな感じだと思ったんだけど違うか。どうしたらいいんだろう、こいつ買い物悪気ねえしな。こっちから行けばいい？ああ、行ける。すいません、ドレス一着くださいな。うん、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、構いませんか？何かあったんですか？ちょっと親父のやつスランプなんですよ。あ、ドレスは俺の親父が作ってるんですよ。その親父さんどちらに？多分居酒屋で飲んだくれてます。それじゃあ親父さんどうにかしないとドレスダメってこと？はい、そうですね。困ったもんですよ。親父さんをやる気をね、もしかしてお客さんどうにかしてくださるんですか？だからどうにかしないとドレス手に入らないんでしょ？本当っすか？お願いしますよ、あのバカ親父をどうにかしてくださいよ。もう困り果ててたんです。大丈夫、アル中じゃないかこれ。はいはい、どうにかしますよ。あ、どうにかします。クラウド行きましょう。居酒屋に飯どころじゃないよな、どこだったっけ、これか、ここに、あ、こいつかな、それっぽい。あの服屋の親父さんですよね。確かに服屋だが、あなたの親父じゃないぞ。そんなこと言ってない。服を作ってくれ。わしは男物の服は作らんのだが、それにあまり気乗りがせんしな。クラウド少し待ってて、私話すから向こうで何か飲んでていいよ。あのねおじさん、あの彼がね、一度でいいから女の子の格好をしたいっていうの。それでね、可愛いドレス着せてあげたいんだけど。うわ、なんかちょっとだよね、ちょっとだよね。なんとあんな不愛想なやつがか。ねえねえ、どう作ってくれる？うむ、なかなか面白そうだろう。普通の服ばかり作っておったのでちょっと飽きとったんだよ。じゃあ作ってくれる？ああよかろう。それでどんなドレスがいいんじゃ？肌触りはさらっとしたの、さらっとしたの。光具合はキラキラしたツヤツヤしたの。ふんふん、ようわかったわい。知り合いにその手のことが趣味なやつがおるのでちょっと聞いてくるわい。いるんかいっていうね。じゃあこれでいいのかな。なんじゃそう急ぎなさんだ。イメージが浮くまで待たんとな。ごくごくふううまいの感じ。アルチューじゃないですかこれ。飲まなきゃ仕事できないっていうのはこれ完全アルチューよこれ。でこれで服屋行けばいいのかな。これでいい？よう来たな、できた。早い。やっぱ職人はね、仕事するのが早いね。早速来てみなさい。もうついさっきまであの居酒屋行ったのに、もう出来上がってる。職人は仕事が早い。コットンのドレスを手に入れた。いいね。よし、クラウド女装タイム。これリメイク版とかでね、よくね、なんかサムネイルたくさん見ますよね。この辺のコルネオのねあたりとかさ、これどうやって着るんだ。わ、何をするんだ。やっぱりちょっと変、カツラ必要だね。カツラズラ、うん、うむむ、そうだろうと思って知り合いに話をしておいたんじゃ。さすが仕事ができる男とかいう看板を出してるジムがあるじゃろ。そこにあんたと同じ趣味の人がいるんじゃ。彼に相談してみると良いじゃろう。おお、なるほど、同じ趣味。エアリス、おじさんにどんな説明をしたんだ。いいじゃない、なんでもドレス綺麗だしね。いいのか、どうです、カツラ手に入りましたか。ズラを取りに行かなきゃいかん。違う、こっちか。ちょっとなかなか進んでないけどね、申し訳ないですね。誰、この人、これか。あなたね、可愛くなりたいのは。可
ハワイク。そうなの。それでカツラなんだけど、聞いてるわよ。でもただってわけにはね。うわー、兄貴、可愛い格好は兄貴を極めた者のみができるんですぜ。ノリノリノリ、そういうことじゃ。戦うのかということで、わしらと勝負じゃ。そうね、こいつらとスクワットで勝負しましょう。スクワットヨーガス、わしらが小伝杯にして差し上げますぜ。もしかしてあんたは綺麗なお兄さん、今頃何言っとるんじゃい。兄貴は、兄貴は、それはもう、あんたいいからこっち来なさいよ。そういう趣味の方々ですね。じゃあルールを説明。 OK、構えから四角ボタンでしゃがむ、しゃがみからバツボタンで立つ、立ちから丸。あー、 OKOK、 これ3つ回していく感じか。はいはいはい、 OKOK、 OK、 分かった。30秒でこなして返すのはこいつよりも。あー、 OKOK、 よし行こう。絶対に負けないですよ。兄貴のカツラはわしらのもんじゃ。いや、監視はね、こいつぶつけ本番。いや、いい、まあやるか。 OK、 こういうことでしょ。あれ違う。あ、ちゃんと動きを確認してから。あ、 OKOK、 もういいわ、もういい、もういい、もういい、 OKOKOK。 そういうことね。 ただこう単純にボタンをこうパパパって押すだけじゃダメなんだ。こう動きを、モーションを確認してから押せってことだよね。 OKOK、 よし、これだったらいける。楽勝楽勝。まあ昔やってるだろうからね。 OK。 お、早くね相手。向こう早くね。あ、休んでる。あー、なるほどね。まあ真面目に確実にこなしていけば勝てる仕様にはなってんのかな、これ。 OKOK、 こいつが16回で、あなたが、あー、でも1回作はなかなかシビアだな。あんたすごいすごいね。約束通りこれあげるよ。一応ソルジャーだからね。なんだったらさ、もうあの1分間で100回やっちゃうぐらいのねえぐらいまで行ってくれないと。大きいアイテム、ブロンドのカツラを手に入れた。兄貴悔しいっすよ、めちゃくちゃ悔しいっすよ。うわ、ボコられた。やかましい、負けた。あげくにリズムすんじゃねえ。兄貴の鉄拳は骨の髄までしびれやすぜ。オッケー、じゃあもう用ないね。大事に使ってね。オッケー、よっしゃ。まあ33分か。どうすっかな。セーブ、セーブなーして終わるか、これ。まあ いや、一回着替えてから、着替えてからですか。着替えるの覚悟を決めて、今は着替えないから覚悟決めましょう、これ。でないと先進めないからね。あんま変わってなくね。おう、これはなかなかどうして新しい商売になるかもしれんぞ。うわー、これクラウド公開処刑だな、これ。そうだね、やってみようかな。あんたたち面白いものを見せてもらってよ。親父もやる気出してくれたし、そのドレスの代金はサービスしとくよ。おしやかに歩いてね、クラウドちゃん。何がおしとやかにだ。クラウドちゃん、かわいい。でもいいな、それ。ねえ、私に似合うドレスない？これはどうでしょう。いやいや、こっちの方がいいぞ。親父何言ってんだよ、これがいいって。何を言ってる、こっちだよ。あ、私これがいい。どっちでもねえっていうね。え、え、ちょっと着替えてくるね。どっちでもねえっていうね。オッケーオッケー。覗いちゃダメよ。いや、覗きてー、覗きてー。これ、あ、でも動かせねえ、これ。おー、かわいいじゃん。どう似合ってる？赤いドレスってのもいいもんだね。情熱の赤。もう可愛くないな。軽くちょっと批判的な、なんだかすごいもんですね。お金払わなくていいの、エアリスの分。ねえ、あなたって変。そうなんです、私が変なおじさんです。よし、じゃあとりあえずセーブして。はい、オッケー。クラウド助走バージョンね。オッケー。ちょっとあまり進まなかったけど、はい、次じゃあコルネオの屋敷にね
突入したいと思います。 OK、 よっしゃ、よし、ということで今回ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。